スクイーンソは、日本の産場。群馬県前橋で産場として活躍した後、群馬産場会の初代会長を務め、サンバ講習所の設立により更新の育成にも、貢献した。正規の教育を受けて、資格を得た、助産師の源流に位置する。助産業の先駆者であり、日本の先駆者、職業婦人としての先駆者との声もある。日本第三の公共女医である。 高橋水子の死としても知られる。別名は、津久井磯子。上野国軍馬軍青梨木村で、元三戸藩士の家に誕生した。17歳の時におじいに引き取られた後、三戸藩の小石川藩邸に仕え、行儀作法を習った。1853年、津久家に嫁いだ。津久家は40代も、代々続いた名家であり、夫の津久井文譲るも、 西洋医学を学んで、三回として開業していたが、診察料にこだわらず、また名医であったことから、訪問客が多いため、生活は楽ではなかった。磯はその窮状を救うべく、産馬として働き、夫を助けることを決心した。名家の妻が外で働くことは、考えもつかない時代であり、磯の行動は周囲を驚かせた。1864年から1870年に、 かけて、夫から酸化学を学ぶとともに、臨床実習を行った後、同1870年8月、産場を開業した。その2ヶ月後に、夫が63歳で死去した。磯との間に子は、生まれず、夫は再婚であり、つくい家は、千歳の子が継いだ。その後は、盾町で独立した。高い技術と、熱心さにより、産医師も及ばないと言われた。 折しも三場には規則ができ、開業には免許を要するようになった。それまでの三場は資格も免状もなく、時には打体や間引きもし、非衛生的な処置から妊婦の死につながることもあったため、東京府三場教授所が1875年に設置され、正式な三場教育の始まった時代であった。磯は上京して三場教授所で学び、資格を取得。 内務省発行による免許証を持つ数少ないサンの一人となった。すでにサンとして十数年の実務経験を積んでいた。上に夫からは医学も学んだため評判はさらに高まった。東京で修行したサンが前橋で開業しているとの評判で弟子数人を要するまでになった。サン業務に関する取り締まりとしての規則が相次ぐ一方で、 教育制度は皆無であったため、磯は1888年、群馬初の私立三馬学校である私立工芸三馬学校を設立し、校長に就任した。さらに三馬会全般の資質向上を目指しての組織づくりにも奔走し、同1888年に群馬三馬会を立ち上げ、初代会長に就任した。他にも三馬校就所の幹事務務務めた、年。 東京の孫の家で病気のため82歳で死去した。翌1911年には、磯谷指弟たちの尽力の末に、群馬発の県立三馬看護婦養成所が設立された。没後、磯に指示していた高橋水子は、検証費の建設のために、津久井江の子らと共に奔走した末、1918年、津久井家の母大寺である前橋市三河町の流行寺に、 検証費が混流された。発起人の筆頭には、高橋水の名がある。同年の除幕式には、水子も晩年で病気がちの中で散列した。群馬文化協会発行、工芸女人によれば、その人物像は、誇り高く、物に同時ない太っ腹な気質、実行力があり、男勝りである一方、慈しみ深く、質素であった。また三馬会業前に、おじの家では、 鎖釜も習っており、三馬として、夜半に遠方に出かける際にも鎖釜を携え、与党相手にも恐れることはなかった。夜半の遠方でも、必ず三馬として駆けつけたことから、参加からは、非常に感謝された。主席でも、得意の鎖釜の技を披露し、長い御殿勤めによりその立ち振る舞いは、一視乱れぬ、美しいと伝えられている。高下女人によれば、 磯子の生涯は、医師と実行と技術と愛と知性の揃った、目覚ましくも輝かしい成功の歴史、夫人が決して男性の劣るものではないことを証明する生涯とされ、このような生涯こそ、後々までも、女性の生活と魂を揺り動かし導く無知とも、許可ともなるものでありましょうと、評価されている。ありがとうございます。